キクル、今日はひたむきちゃんたち来ないの？ああ、健康診断の再検査で全員病院に行くらしい。なので今日は久々に一人で討伐に行ってくる。街にデートに行こうよ。デートって、おい、あまりくっつくな。エシネちゃんは本当にキクルくんが好きね。うん、キクルは頼もしくてかっこいいから大好き。女子は年上への憧れを恋心だと錯覚すると見聞きした覚えがある。後々傷つけてしまう前に、こうした勘違いは早めに正すのが大人の務めか。お前が俺に抱いているのはただの、私キクルのことそういう対象として見てないよ。おっと、死にたくなってきた。でもお前いつも俺に大好きって。もちろんデートしたいのは本当だよ。はママとキクルの3人で、私の新しいパパになってほしいの。